今回はロボにドッキリです。イエーイ。今回のドッキリの内容はこちら。それではレッツゴー。で今からロコちゃんに LINE を送りましょう。もう一回送る。あ、記憶ついた。あ、記憶ついた。今回はこのボイスコレクションというアプリを使って録音した声で電話をしていきたいと思います。じゃあ今まず録音しましょう。はい、録音しましょう。で、録音する声が助けて、ロコ助けてってちょっと泣いてる感じ。ロコ助けて。いきますよ。それ演技っぽい。これ今双子の声っていうのと、あとじゃあその誘拐犯の声っていうのを作ります。双子の声、これ2つ作ります。で今これ双子の声っていうのと誘拐犯の声っていうのができたんで、双子の声でロコ助けてっていうのを録音していきましょう。いきますよ。いくよ、いくよ、いっせーのーせ。ロコ助けて。いくよ。ロコ助けて。いいじゃないですか。あと痛い痛い痛い。やだ、なんかそれ痛い。なんかあのぶたれた感じ、ぶたれた感じのやつね。いくよ。痛い痛い痛い。いくよ。一斉のせ。痛い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 。さて、やだやだ。もう一回行くよ。じゃあこれ痛いね。黙れ。ただし家族以外には相談してはダメだ。お前の妹を誘拐した。黙れ。妹を返してほしければ100万踏み越え。噛んでるし。なんか来るかな。何、なんか来た？あ、こうって来た。何来た？どうしたのだって。お、やばいやばいやばい。行くよ。行きます。
向こう子は無事なんですか？マコアコは無事なんですか？妹を返してほしければ100番踏み越え。マコアコは無事なんですか？でも大丈夫だったね。心配してたよね。マコアコは大丈夫。妹は大丈夫なんですかって。マコアコは大丈夫。そしたらさ、誘拐したっつって来ないようにしろって言われてさ、早く帰ってきてくんない？うん、分かった。お前の妹を誘拐した。それは分かってます。マコアコは無事なんですか？ロコを助けて、ロコを助けて。マコアコ大丈夫？マコアコは無事なんですか？マコアコ大丈夫？マコアコ大丈夫？先生、大
はい、どうでしたか？別に全然心配してないよ。ひどいお姉ちゃんというのが明らかになりました今。はい、今回はボイスコレクションというアプリでどこにドキリをしてきました。今回の動画では出なかったんですけど、スピーカーにもつなげちゃいます。便利だね。うん、便利だね。あ、さあ、ロコ思ったんだけどさ、これ勉強とかにも使えそうじゃない？なんで？どういうのですか？塾とかのさ、先生とかの話とか録音しといてさ、帰ってきてフォルダとかで選んで、そう、復習とかできそうじゃない？詳しくは概要欄にアプリの URL を貼っておくので、そちらからぜひぜひチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ガシャ。